Okay. 休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。丸山穂高君。委員長。丸山君。日本維新の会の丸山穂高でございます。ありがとうございます。ご声援いただきまして、お昼のからの時間のですね、この1時間15分という長時間をいただきまして、ちょっと大変長丁場ではございますけれどもですね、今回の日本版NSC のですね、創設と、そして特定秘密保護法という非常にこの日本にとってですね、外交安全保障上重要な法案審議でございますので、何卒よろしくお願い申し上げます。今回の法改正によってですね、国家安全保障に関する諸課題について総理を中心に、日常的、機動的に審議する場を創設するというのが目的の趣旨でございます。まずはその方法論、個々の諸課題に対する対処の、議論をする場を作るということに関しましては、私も我が党もですね、ぜひ早々にでもやっていただき、むしろこれまでもしっかりやってきていただいてたのかもしっかりお聞きしたいところではございますが、まずはその前にですね、その個々の諸課題に対する審議をする前に、もっと一番根本の部分 の大事な部分についてお伺いしたい点がございます。それは少々ですね、よく言われることに、今の日本には国民一般に広く浸透しているような国家戦略、国是といいますかですね、国として目指すべき方向はどこなんだというのが分かりにくいと。また安全保障に関してもですね、日本は安全保障だけでなくてですね、国家戦略自体も米国に依存しているんではないかという形でですね、この我が国の中長的な危機的な国としての目標、国家戦略、国家ビジョンといいますか、具体的に言えば、例えば戦前のですね、ペリー来航によるですね、開国以来であればですね、帝国の列強、欧米の列強に対して負けないようにしていく、そして追いついていくというのが国是であったような、形でですね、また戦後においては戦後の復興をきちんとやっていく、そしてそのためには例えば吉田ドクトリンという形でですね、外交に関してもやはり経済をまず重視してですね、やはり安全保障に関してはどうしても米国の、との協調、保護にの中で守っていくという形の大きな意味での国民の中でですね、ある程度コンセンサスを取れたか、もしくは逆には分かっている、皆さんがよくお分かりになるような大体の方向性、国としてどこに行くんだというものが大きく国是としてあったような気がいたします。しかしそうした中で、じゃあ今のこの経済復興もある程度進んでですね、日本も一流国家としてまた復活しているこの戦後70年未満、少し前67年ですねを経てですね、今じゃあどこに向かうべきかという、まずそのビジョンがなければですね、目的地なくして航海をする船のようにですね、その場その場で船底に穴が開いたとかですね、嵐が来たから何とか対応するという議論はもちろんこの NSC でもできますし、もっといけばさらに日々の大臣のご議論でもされているとは思うんですけども、もっと大きな方向性として、その戦後レジームの脱却だというふうにおっしゃられている安倍内閣でございますんでですね、そのこの国のビジョン、国家戦略について、まず支えていらっしゃる官房長官、どのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。菅官房長官。内閣が発足の際のですね、基本方針としてですね、総理はまず日本経済を再生させろと、さらにこの東日本大震災からの復興、ここを何としても加速をさせる、さらにこの外交安全保障状況を考えたときにですね、危機管理を徹底をさせると、そういう三本柱で安倍政権はですね、現在スタートいたしているわけであります。で、特にその、危機管理の徹底という中でですね、例えば現在はこの北朝鮮による核弾道ミサイル開発の脅威、かつて北朝鮮がミサイルを発射するんじゃないかという一時的危機的な状況がありました。さらには中国のですね、この透明性を欠いた軍事力の増強、そして我が国周辺海域におけるその活動、そうしたものに対してですね、我が国を取り巻くこの安全保障の環境というのは極めて厳しい状況になっている。そういう中で、総理、よくこの国際協調、積極平和主義ということを謳っておりますけれども、この状況の中にですね、世界の平和と安全に、安定に対してですね、これまで以上に積極的に貢献をしていくと、
まあ、積極的平和主義を掲げて、今取り組んでおりますけれども、そうしたな段階においてですね、この NSC というものをぜひ今回作らさせていただいてですね、戦略的視点から国民の皆さんの安全安心というものをですね、しっかり保っていきたいというふうに考えているところです。委員長、丸山裸君。やはり本来なら総理の口もからですね伺うのが一番ベストだと思うんですけど、やはり女房役として支えられているですね官房長官のお声を聞きたかったというのが一つとですね、もう一つ実は、まあ、この話をさせていただいたのは私の尊敬する、まあ、松屋幸之助氏がですね常々この国にはですね国家100年の体系がないとおっしゃられて憂いていらっしゃったというふうなことをですねずっと自分の中でも思う中でですね、今のじゃあ現状を見てもどうか、松屋幸之助氏が亡くなられてもうかなりの年数が経っておりますけどですね、現状を見てもやはりその憂いというのは皆さん国民の皆さん等しく持っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。松屋政経塾の先輩でもいらっしゃる小野寺防衛大臣ですね、そのあたり国家100年の体系どのようにお考えなのかお伺いできますでしょうか。小野寺防衛大臣。まず丸山委員には東日本大震災の際には大変お世話になりました。現場に入り特に陸前高田だと思いますが長期間避難所に寝泊まりをし避難民の、まあ、心のケアあるいはさまざまな復旧に対して努力をされていたこと、今でも作業服姿で汗まみれになって活動されたお姿をしっかり覚えております。これからも政界でのご活躍を心からご記念を申し上げさせていただきたいと思っております。我が国安全保障の、まあ、理念でということでございますが、これは我が国が一貫して実は追い求めてきているということは、日本というのは豊かな文化と伝統を有し、自由民主主義、基本的実権、法の支配といった普遍的な価値を掲げ、強い経済力と技術力を持つ経済大国であるということ、そして戦後一貫として我が国は平和国家としての道を歩み、日米同盟を基軸に我が国及び地域の平和と安全を実現しつつ、世界の平和と安定に大きく寄与する、これが私は大切な考え方だと思っております。この中でやはり我が国の安全保障環境をしっかりするために今回国家安全保障戦略を年内に策定すべく現在作業をされているというふうに伺っておりますが、特にこの作業の中で中心的役割を持ちますのが今回の国家安全保障会議ということになります。国家安全保障戦略の内容については現在安全保障と防衛力に関する懇談会の議論が行われていると承知しておりますが、この議論を踏まえつつ政府全体で検討していきたいと思っておりますし、防衛省としても積極的に参加をさせていただきたい、そう思っております。丸山君。外務大臣はどのように今のお話をお考えでしょうか。岸田外務大臣。国家のビジョンということで申し上げますと、まず私は外務大臣に就任しましてから、3つのこの柱を立てて外交を進めてきました。1つは日米同盟の強化、そして2つ目として近隣諸国との関係の推進、そして3つ目として経済外交の推進、この3つの柱を立てて外交を進めてきました。まずはこうした3つの柱を中心に我が国の国益をしっかり守っていかなければならないと思っていますが、ただそれでとどまってはならないと私は思っています。やはりよりグローバルな課題、環境問題ですとか、あるいは中東和平ですとか、軍縮不拡散ですとか、女性の人権ですとか、まあ、こうしたグローバルな課題においても我々はしっかり取り組み、そして、この関係国としっかり連携していくことによって存在感を示す、こうした視点が加わらなければならない、まあ、このように考えながら、仕事をしてきました。合わせて、先ほど来官房長官あるいは防衛大臣からもありますように、我が国を取り巻く安全保障環境大変厳しいものがあります。アジア太平洋地域の戦略環境本当に一層厳しくなっていると感じています。そして一方でサイバーですとか宇宙ですとか、もう国境を越えた新しい脅威が発生しています。こうしたこの状況の中で我が国のみで一国で我が国のこの平和と安定を守るということは大変難しくなってきている、まあ、こういったことから、
国際協調主義のもとにこの地域やあるいは国際社会のこの平和や安定や繁栄に我が国も積極的に関わっていこうということで積極的平和主義という考え方が出てきた、まあ、こうしたこのように認識をしております。加えて国家の安全保障を守るにあたってまず第一の基本のこの手段はですね、外交政策だと認識しております。そういった点から外交政策しっかり強化していかなければいけない、外交力を強化していかなければいけないというふうに思っていますし、国際協調あるいはルールにおいても積極的にこの我が国は関わっていかなければいけないと思っていますし、自ら積極的に望ましい安全保障環境を作る、こういった国でなければならない、このように思っています。こういった考え方が今これから作られる国家安全保障戦略の中に盛り込まれ、そしてそれが国家安全保障会議の中で議論される、こうしたことだと認識をしております。丸山君、ありがとうございます。三大臣、皆さんの思いをこもったお話でですね、ぜひそういった話をこれからできる NSC でも話をしていただいて、そしてなおかつ国民の間にですね、あ、そうか、こういう国を今目指して、この方向を目指していて、国としてだからこういう政策が出てくるんだというところがですね、皆に共有されるようにしっかりとそれも広報していっていただければと思います。そしてもう少しだけ今回お時間をたくさんいただいているものですからですね、大きな視点でのお話をもう少しさせていただきたいんですけども、私はこの NSC でもろもろのですね、諸課題に対する対応が決定した場合にですね、まあ、その決定を実際の例えば特に緊急時のですね、有事において、まあ、遂行していくためにはですね、緊急事態基本法、以前2005年頃でしょうか、3党合意という形で自民党さん、民主党さん、公明党さんで結ばれたのが出ておったと思うんですけども、そういった意味での基本法である緊急事態基本法のですね、制定が必須だと私は考えております。その時の3党合意等出ておりましたけどもですね、有事法制のさら、まあ、なる整備を含めてですね、この NSC での決定を実際に遂行するためのですね、この整備、このあたりその後どのようになっておられるのでしょうか。それについてお伺いできればと思うんですけども。小野寺防衛大臣。安全保障、全般にわたる、まあ、例えば緊急事態の内容についての、お問い合わせだというふうに思いますが、例えば武力攻撃事態等への対象については武力攻撃事態法をはじめ、事態対象、関連法制が整備をされており、すでに、有事において例えば、空港、港湾、道路、電波などの利用については平成16年に、この、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律が制定をされております。この特定公共施設利用法等、武器攻撃事態法等に定められた基本的な枠組みに沿って、港湾施設や飛行場施設、特定公共施設の利用に関し必要な事項を定めているという内容になっております。このような武力攻撃事態が正規した場合には、この武力攻撃事態等対策本部長、これは総理大臣でありますが、特定公共施設利用法に基づき、港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波に関する利用指針の策定等を行うことになります。この利用指針の策定に対して本部員であります、例えば私防衛大臣ということになりますと、自衛隊による武力攻撃排除活動を遠隔に実施するという視点からの意見を述べ、本部長から調整を受け、そして速やかに対応するということになります。このように何か有事が起きたとき、あるいは何かの事案が起きたときには政府全体として取り組むことになりますし、例えば今お話ししました対策本部長、総理大臣でございますが、その指示の下で防衛省としましては万全な体制を取る、そのような体制ができております。委員長。丸山君。現行のですね、どういうふうに、有事の際にですね、遂行されるかというのは検討されていると思うんですけど、もう一つ少し大きな話になってしまうんですけども、まあ、自然災害や事故等、まあ、有事さまざまな事態に起きたときに、まあ、危機の段階に応じて、まあ、権限以上だとかですね、もっといけば、まあ現行法ではですね、まあ、緊急事態の対処に当たる場合、国では内閣が、まあ、内閣がそれに当たるということになっていると思うんですけども、もっといけば本当の有事にはですね、
今回の NSC もまさしく4大臣会合に絞ったというのは、緊急の時に、まあ、かなり決断をしやすいように、リーダーシップを発揮しやすいようにという意図があるという話ですけどもですね、例えば総理に権限を集中するだとかですね、この4大臣会合に集中するだとか、そういった意味での法体系の中に明確にその権限移譲や権限の集中、有事の際の集中というのを明確にすべきだというふうに考えるんですが、そのあたりについて官房長官、どのようにお考えでしょうか。菅官房長官。まずこの国家安全保障会議、これは3つの会議からなっておりまして、まあ中核になるのは4大臣会合ですね。今委員のご指摘がありました。週に2回ほどですね、外交防衛について意見交換をすると。そして事案が発生をしたら、それは機動的に行っていくという、まあ、それと同時に今委員の緊急事態の場合ですね、関係閣僚を総理が指名してですね、対処するためのやはりこの緊急事態大臣会合、こうしたものを実は開催をすることができることになっております。で、従来と違うのはやはりこの常日頃からですね、安全保障外交について内閣としての意思統一というのが出るわけで、できるわけであります。そしてこの設置後はですね、例えば緊急事態が発生した場合、重要事項について、高度に政治的判断を必要がある場合は、この緊急大臣会合が開催をされて、その会合の中で総理に対してですね、まあ、政府が取るべく措置について、権威をすることができることになっているんです。で、そうした権威を十分尊重して、ここで内閣として関係機関で実行に移していくという、まあ、そういうことになるだろうというふうに思います。そしてさらにこの重大な影響を与える緊急事態の中でですね、外交安全保障の対応だとか、そうしたものに対してですね、やはり指示を総理の指示のもとに対応すると。そしてまたこの武力攻撃事態と、あるいは終焉事態にこう呼ぶような場合になった場合はですね、そこは旧大臣会議を開催して対処方針を正式に決定をして、その方針に基づいて閣議にかけて国の決定としていくと。ですから基本的にはまず4大臣会合で、もあるいはその緊急事態の場合は緊急事態の大臣会合で行うと、そういう手続き を考えております。委員長。丸山君。ちょっと通告の順番が変わってきてしまうんですが、関連しての質問にさせていただきたいんですけども、そういった意味で首相への権限集中という意味では、閣議とのちょっとデマケーションに関してですね、お話を伺いたいと思います。日本の、まあ政治権力がですね、かなり分散権力で、まあ、内閣や首相の権限が比較的弱いと言われてきてますけどですね、昨今改正進めてきまして、まあ、首相への権限が強化されているように私は感じます。ただ一方で今回のですね、もし NSC 法案通った場合に、まあ、国家安全保障会議がまあ開催された後にですね、再度同じものをまあ閣議にかける必要があるんじゃないかなというふうに思うんですけども、そうした場合にはいざという時にまあ機動的な運用ができなくなるんじゃないかと思うんですが、そのあたり の, 点に関しまして官房長官、いかにお考えでしょうか。菅官房長官。国家安全保障会議というのは、外交安全保障に関する主導会議に対して総理を中心にですね、関係閣僚が平素からこの意見を、まあ、集約しながら戦略的に行っていくと。そして、閣議はですね、国の基本的な方針と決定する内閣法に定められた会議であるわけであります。ですからこの安全保障会議でですね、戦略等を練られると、そうしたものをいざ内閣の決定する場合、これ閣議になりますから、そういう意味でこの国家安全保障会議が設置されたということで、閣議がですね、形骸化することはないというふうに考えています。最終決定は閣議によって、国家としての方針を定めるということになります。丸山君。はい。
むしろ私としては形骸化の懸念というよりはですね、緊急性が損なわれるんじゃないかという懸念がございまして、つまりまた閣議にかけなければならない緊急事態の時ですね、その何か方針を大きく NEC で決めるという場合ではなくて、緊急時において何か重大な決定を急ぎしなければならない場合に、NEC にかけた上でさらに閣議にかけていればそれだけ時間がかかってしまう、また利益関係者、まあ、利益とは言いませんけれども意見を持っていらっしゃる方が増えるということでございますので、例えば一閣僚どなたかが反対された場合にはその閣僚を罷免する手続きをしなければいけないとかですね、総理の権限上ですね、非常にロスが生じる可能性があると思うんですけども、まあ、手続き上は例えば持ち回りにしてしまうとかですね、もちろんあるとは思うんですけども、そのあたりきちんと首相への、権限集中とですね、緊急時に対応できるようなそのロジスティック面のですね、調整をしっかり役所の方に指示してですね、組んでいただけるようによろしくお願いします。菅官房長官。誤解されないようにちょっと申し上げたいと思いますけど、まあ、そういう機動的に戦略的に行うことができるために、実はこの国家安全保障会議というのをですね、今度法案としてお願いをしているんです。先ほど来申し上げましておりますけど、政府としての基本方針というのを、まあ、4大臣会合の中で決めてですね、そこから方向性を最終決定するとやはりこれ閣議がまさに最高意思決定機関になりますので、そういう中で、しっかり対応できると、そういう趣旨でこの法案を出させていただいています。丸山君。少し細かいお話を伺いたいんですけど、先日の審議と先ほども2週間に1度ぐらいの、まあ、開催をということなんですけども、これは NSC になってから、まあ、そうしたいということでよろしいんでしょうかね、それとも今までも、まあ、そういう形でされていたのかということを、特にその安倍内閣に今回第2次になられてから、まあ、どれぐらいこの現行の安全保障会議開催されてきたのかどうか、その辺平素から密なコミュニケーションが大事だとおっしゃっている官房長官、お答えいただければと思います。菅官房長官。防衛大臣、外務大臣も出席されていますけど、大臣と私ども、あるいは副大臣で、会合をしたこともあります。まあ、それと、それぞれの大臣が直接総理にですね、説明したこともありますので、まあ、そういう意味で、この国家安全保障会議、この法律が成立をしたらですね、2週間に1回、そうした外交防衛に対しての意思疎通を必ず取れるようになりますので、今までは不定期的にでありますけれども、そうした方向を考えていたということです。丸山君。事務方の方でも構わないんですけど、具体的に安倍内閣でこれまで現行の安全保障会議が、まあ、開催何回されたのかとか時期とか、分からない言える範囲で構いませんけど、お答えいただければ。藤山内閣審議官。安倍政権が発足してからこれまでに合計9回の安全保障会議が開催をされております。丸山君。つまり、まあ、9回やられてきたものが2週間に1回ということは年間まあ20数回やられる形で、より密にコミュニケーションを、まあ、正式な場でも取られるということだと思いますので、しっかり回数具体的におっしゃってますんでですね、しっかりやっていただいてと思っております。よろしくお願いします。そうした意味で少し細かい部分にそろそろ入っていきたいと思います。法律案の1条においてですね、会議の所掌が以前の国防に関する重要事項、および重大緊急事態への対処という表現からですね、我が国の安全保障という形でかなり広く、なっている印象を感じます。先ほど後藤委員からのご質疑もございましたけど、細かい部分は、まあ、後藤さんやられておりましたんでですね、まあ、もっと、全体的な把握としまして、この改正でですね、これまでとどう変わったのかというのを国民の皆さんにご説明いただきたいんですけど、具体的にこれまで入っていなかった何が議題に入るのか、そして逆に何が外れるのかという観点の切り口からご答弁いただければと思うんですけれども。菅官房長官。まずですね、まあ、従来は国家じゃなくて安全保障会議という形でありました。今度の改正によってですね、国家安全保障会議という形になりました。そして前回はこの安全保障会議は9大臣会合が中心でありました。それは安保会議の文民統制機能維持のためにですね、ここに
国防の基本方針だとか、あるいは防衛大綱だとか、武力攻撃罪への対処、国防に関する重要事項というものを今まで審査をしてきたところです。でそれ以外に、先ほど来申し上げております四大臣会合というのは2週間に1回 の頻度で行って、外交防衛について、常にこう総理を中心にですね、政権の基本方針を確認をする、あるいはその緊急事態に対処するための大臣会合というものを新たに設けられることにしました。ですから今までと比較をしてですね、戦略的観点から日常的にですね、また機動的に議論する場というのが創設をできるわけでありますので、そういう中でまさに政治の強力なリーダーシップにおいてですね、迅速にこの外交安全保障に対応することができる仕組みがこのことによって、作ることができるだろうというふうに考えています。丸山君。非常に分かりにくいような分かりやすいような難しいご用意をされたんですけども、具体的な案件、安全保障上問題なんでですね、何がというのは言いにくいところはあると思いますが、一方で今まで何が入らなかったからこのままではまずくてですね、で何が入るのかという、そのもちろん機構仕組み上のその四大臣会合に集約するというのは分かるんですけども、逆に言えばその何を扱うかも今回いくつかいじられているんですね。総理大臣の指定するという形を削除されたりされている部分もありますので、そのあたり内容に関しましてもう少し分かりやすく具体例がもしありましたらですね、これまで何が入らなかったんで困ったとかいうのがありましたら教えていただければと思います。菅官房長官。例えば緊急の大臣会合、そうしたものについては、例えば領海侵入あるいは不法上陸事案というのが例えばある場合、そこについて、対処の仕方を事前にですね、大臣会合で方向性を決めておく、あるいはまた先ほど申し上げました放射能物資のテロ事案が発生した場合、それにはどういう形で対応するかということで、それぞれ緊急大臣会合で決めている、あるいは大量避難難民というところもあるかもしれません。そうしたものについても常に関係大臣でですね、そうした方向対応の仕方を決めていると、従来やはりどうしても旧大臣になるとなかなか意見集約することが難しかったわけですから、そうしたその事態をですね、想定をする中で事前にそうしたものをですね、大臣同士の中で対応策を決めて迅速に対応する仕組みを作っていこうということであります。丸山君。ありがとうございます。そういった意味でかなり扱う内容もですね、情報も大きくなってくると思うんですけどもですね、その中で今回6条1項で、資料情報の提供について定められているところがあります。1項で内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の審議に資する資料や情報を適宜に、提供しなければ提供すると、そして2項では、そうするように協力するを求めることができるというふうに定められています。で、この委員会でもさまざまな先生方からですね、この部分ご指摘がずっとあったところでございますけど、やはりここは私もかなり懸念をしているところでございます。私も元役人の端くれでございましたのでですね、思うところなんですが、例えば四大臣会合に絞ってしまった場合ですね、そこに参加しない省庁からしてみればですね、なかなか情報を、上げにくいというところもあれば、上げたくないというところもあるかもしれないということがあります。で、そうした縦割り行政の弊害が常々、言われる中でですね、これは具体的に、そうした四大臣会合なら四大臣会合以外の参加省庁ももちろん含まれているという認識でよろしい、どういった内容を想定していらっしゃるのかということを少しお伺いしたいのと、でこれは先ほどであるように、義務強制という形の意味として捉えられるものなのかどうか、そこはもう一度官房長官からお答えいただければと思います。菅官房長官。この国家安全保障会議において、自主的な議論を行いですね、いわゆる国家安全保障局によって、政策の企画立案、そして総合調整を行うわけですね。その中にやはりその質の高い情報というのはこれは不可欠でありますから、そういう点を考えまして、各省庁は国家安全保障会議に資料情報を提供することの義務を負うという、そういうことが生じるわけでありますから、
従来と違ってですね、この安全保障国家安全保障局に情報が集約をされると、このように考えます。丸山君。非常に言葉としてはまたお気持ちも分かるところではあるんですけどですね、先ほど長島委員もご質疑ありました。官房長官はですね、情報が出てこないことは組織上ありえないというご表現されましたし、先ほどは義務という義務であるという表現もされましたけどもですね、それは組織上はありえないという表現であれば、それは義務まではいかないという言いぶりに近いと思うんですけど、今のお話だと、義務なんだということでよろしいんでしょうか。というのはですね、我々としてはもっと明示的にその法文上ですね、きちんと挙げるように、英国の例が今回の審議でも出ておりましたけどですね、挙げるようにというのを明文化すべきじゃないか、制度上ですね、担保するのをしっかりやらなければならないんじゃないかというふうに考えているんですけども、そこに関して義務なのかどうかということと、その制度上の担保に関しまして、今一度官房長官からご発言いただければと思います。菅官房長官。先ほど申し上げましたけれども、公務員経験ということでありますけれども、国家公務員はその職務遂行について法令に基づき、上司の職務上のですね、命令に従わなきゃならないということになってますよね。で、今回はこの国家安全保障局の中に局長がいて、それぞれの関係省庁に幹事も実は置くことになってますんで、そこにその情報提供のですね、命令をした場合に、私は当然そこに集約されるものと思います。丸山君。非常に難しい問題で、政治家からすればですね、出してこいということになるんですけどですね、以前最近読んだどこの新聞か忘れましたけど、中井先生、拉致担当省をやられてた中井先生が書かれたコラム、新聞のコラムでですね、その担当省だった時に外務省にその関係資料を出せという形でお願いしたところ、いや出し結局出てこなかったというのが出てました。そのやはり大臣を経験されていてですね、そうした役所の動きの遅さとかですね、いうところにもどかしさをもちろん今感じてらっしゃるところだと思いますんでですね、そのあたりはおそらくおいおい、むしろ我々はなくてですね、現実に行政の長をされている皆さんのその首を絞めかねない部分だと思いますんでですね、ぜひご検討いただければと、より義務化だとか明文化ということをどうやって制度上担保していくかというところに関しても議論いただけますようですね、お願いいたします。はい、というお話もあります。我々そういうふうに思っているメンバーもいますのでですね、お願いいたします。で、次にお話、時間もありますので移らせていただきたいと思います。次は設置法の7条の含む期間、同じ情報の扱いの形でですね、重ねて伺っていきたいと思うんですけども、その含むに関しまして、議長及び議員並びに議長または議員であったものはその職務に関して知ることのできた秘密を、他に漏らしてはならないという、秘密保護の規定がございます。情報保全に関しましてですね、いくつか、方法があると、大きく分ければ私は2つあるかなと思ってまして、1つは法律や機密指定を区分していってですね、がっちり法律規制していくということと、もう1つはそのセキュリティクリアランスといいますか、今回秘密保護法の方で出されてますけど、その扱うものを限定していくということと、もう1つは物理的に情報管理をきっちりやっていくという制度的な規制方法みたいなものも考えられると思うんですけども、今回のこの7条での、まず、最初にお伺いしたいのはですね、この法案において漏らしてはならないというのはどこまでの機密に入るのかというのをお伺いしたくて、全てということなのか、会議があったこともそうなのか、その中身の内容のどこまでなのか、そのまず範囲についてお伺いしたいんですけど、官房長官お願いいたします。どちらでございますか。北崎内閣審議官。今回法案によりまして、会議の出席者につきましてはより広く、先生おっしゃいますように守秘義務が課され、職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならないこととされております。具体的な秘密の内容はその時々の審議事項に応じて様々であると考えられますけれど、一般論を申し上げれば、公にすることによりまして国の安全が害される恐れ、あるいは他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれる恐れがある情報、これが今回の秘密に該当すると考えておるところであります。委員長。丸山君。それは一体誰がご判断されることになるんでしょうか。
田崎新官。お答えいたします。会議の中で、会議の構成員で判断させていただきたいと思っております。丸山君。つまりその場にいるメンバー、もしくは事務方も含め、が判断されるということだと思うんですけれども、そういった意味で少しお伺いしたいんですが、ただまずそこでまず判断されて、これが、機密で漏らした、この法文上7条上漏らしてはならないというものに、なった場合のその扱い、例えば物理的に文章が出てくると思いますしですね、逆に言えば、知り得た情報が、人がいるわけでですね、頭の中に残った情報がもちろん存在すると、そういった場合にどうやってそれを、担保していくのか、今回の特定秘密保護法案、この後委員会に出てきますけれども、そこではセキュリティクリアランスの話、その人の経歴だとかですね、そういったものをまずしっかりチェックするということがありましたけれども、今回はメンバーに、政務の方も入っていらっしゃいますので、そこまでは、秘密保護法ではやらないということでございますし、なおかつ、もちろん、他の案件に関しましても文書等、残るものがございます。こうしたその、まず物理的な管理の面、制度的規制の方法という形での物理的な情報管理、の点に関しまして、現行どうやられるのか、また今後この NSC になった場合に強化されるのか、そのあたりについてお伺いしたいんですけども。北崎審議官。お答えいたします。物理的な管理の方法でございます。一つはシステムなどをクローズドにさせていただいたり、あるいは大変な秘密でありますものは金庫などを活用しまして保管させていただいたり、あるいは部屋の体出入自体を厳重に管理をさせていただいたり、そういったことをできる限りの物理的な保全措置を講じさせていただきたいと考えております。以上でございます。丸山君。しっかりそのあたりやっていただかないと、結局法文上ですね、漏らしてはならないと書いていてもですね、物理的に漏れるような状況であっては何の意味もないわけで、以前中国の船がですね、海上保安庁の船にぶつかってビデオが流出した件がございました。まさしくその部分でですね、もちろん防衛秘密と現状も漏らしてはならないものがある中で、その物理的な管理がおろそかになっていればですね、結局変わらなくなってしまうところでございますので、今回 NSC 作られるということでしっかりとですね、そのあたり過去の失敗例いくつか出ていると思いますけども、それも踏まえた上でやっていただけるよう、そこはよろしくお願い申し上げます。その関連でですね、その情報を7条でですね、滞漏させた場合にどうなるかという点におきましての話を伺いたいんですけども、この法案の7条に関しましてはですね、罰則規定がございません。漏らした場合にどうなるのかということはございませんが、ただその他、例えば自衛隊法とか、あとは日米の地位協定の関係の法律とかでですね、例えば防衛秘密に当たる場合にはとかですね、また特別の防衛秘密、合衆国軍隊の機密といくつか現行法でもですね、秘密の指定がかかっておりまして、また公務員法にももちろん守秘義務等ございますが、今回の NSC に関しては罰則規定はないということでございます。これに関して、どのように官房長官お考えなのか、またこれら滞漏時の対処についてかなり統一性がないように感じられるんですけどもですね、政府内でこの辺の統一性に関して議論されている、どのように整理をされているのかという点に関して、お伺いしたいということが一点でございます。官房長官お答えいただきます。佐々木新官。お答えいたします。一般職の公務員及び自衛隊員につきましては、国家公務員法及び自衛隊法に基づきまして一般的な守秘義務が課せられていますことから、本法律で守秘義務をかける対象として念頭に置いておりますのは、国務大臣等の特別職の公務員の方々でございます。で、国務大臣などの特別公務員につきましては、諸法令において守秘義務に違反した場合に罰則をかける一般的な規定はなく、本法案についても それと同様の取り扱いをさせていただいているところでございます。丸山君。つまり漏れた場合には、罰せられないということ、他他の方で罰するしかないという認識でいいんですね。北崎新官。お答えいたします。
国務大臣等の特別職公務員につきましては防衛秘密であります、特定防衛秘密でありますとか、そういった特別の現在ございますもの以外であれば、委員おっしゃられましたように罰するものはございません。ございます。丸山君。今般国会に提出された特定秘密保護法案との関係では、この会議においてももちろん特定秘密に当たるものがかなり出てくるんだと思うんですけども、この場合には、この法で罰するという認識なんでしょうか。北崎新官。お答えいたします。委員おっしゃいますように、今回特定秘密保護法案では、特定秘密の取り扱いの業務に従事する者等が、これを故意または過失により漏洩した場合には国務大臣等の特別職公務員であっても処罰の対象になるとされているところでございます。丸山君。非常に NSC の中の議論というのはかなり機微な部分だと思いますので、ですね、おそらくほとんどのものは漏れてはいけないことだと思うんですけども、そこの規定でこの今回の一緒に出される方では罰則をつけてですね、 NSC の方はですね、罰則規定までないという非常に緩いところになっているということと、また昨今かこうしたそのカウンターインテリジェンス上のですね、どこを防衛秘密、どこまでこう機密にして、そしてどこを罰則につけていくのかというのはもう一度少し政府の方でですね、整理していただいた方がいいんじゃないかなというのは思います。つまり先ほど申し上げたように非常に複雑になってきておりますし、海外から見てもじゃあどうなんだというときにですね、説明がしにくいところであると思いますので、今回のその NSC にしても特定秘密保護法案にしてもですね、おそらく海外との関係でもですね、しっかり、我が国が遅れているという指摘をもろ、いくつか受けているところだと思いますんでですね、そういったところの整理もですね、きちんとやっていただけますよう要望を申し上げます。で、そういった意味でですね、少しお伺いしたんですけども、この7条で、漏らしてはならないと、つまり秘密になっておりますけども、この期間というのは一体どれぐらいの期間秘密に当たるというふうな認識でいいんでしょうか。情報公開法上の形になるのかどうかとも含めてご答弁いただければと思います。北崎審議官。お答えいたします。今回の法案におきまして守秘義務がかかる対象者は拡大をさせていただきました。この守秘義務は特定の機関に限定してかかるものではございませんで、会議に出席なさった者はその職を離れた後もずっと守秘義務を負うということでございます。丸山君。つまりそれは、情報公開法の対象にもならないという認識でよろしいんですか。北口審議官。いたします。会議に出席なさった者がずっと守秘義務を法律上負います。これは当該その知り得た秘密というものがすでに公知になった場合でありますとか、そういったような時はこれは当然もう皆さん知ってるわけですね、解除されてまいりますので、その時点では守秘義務はなくなるんだろうと思っております。丸山君。つまり参加者は自ら漏らしてはいけないけども、その資料等に関して政府の方で、情報公開法等に基づき、オープンになった場合にはそれは漏らしても、話してももちろん公然の秘密であるから良いという理解で、良いということで今受け取りました。よろしいですね。うなずいていただきましたんで、その旨で確認させていただきました。そういった意味ですね、非常に今回情報、機微な情報を取り扱うということで、情報の点に関しましてはかなり国民の中でもですね、議論も起こっておりますし、関心の高い部分でございます。特定秘密保護法案も出てまいります。特定秘密保護法案に関して拝見しているとですね、5年という期間をですね、最大30年まで延長できるということで、それが内閣の承認という形で、なっております。これは与党さんの方でも報道等を見ているとかなり議論があったとは聞いておるんですけども、これで果たしてその何を出して出さないのか、先ほど NSC の話の内容もオープンになるときにはなるという話なんですけど、何を出して何を出さないのかというのはかなり政府の方で恣意的になるんじゃないか、こうした延長の乱用に関してですね、かなり懸念の声が、高まっている、そういった状況に関しまして政府の方でどのようにお考えなのか、担当大臣、担当の大臣のご答弁をいただければと思います。委員長。岡田副大臣。お答えをいたします。特定秘密の保護に関する
法律案では、指定の有効期間内であっても指定をした情報が法案に規定する要件を核に至ったときは、速やかにその指定を解除するものとしていることに加え、この特定秘密の解除については、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行うこととしております。また、行政機関の長は、指定の有効期間の5年ごとに指定の要件を満たしているか否か確認しなければならないことに加えて、特定秘密の指定期間が30年を超える延長には、内閣の承認を要する制度を設けることとしており、特定秘密として保護することを要しないものについては、それぞれその時点で指定が解除されることとなります。このように特定秘密の有効期間を恣意的に延長することがないよう、重層的な仕組みを設けており、本法案の適正な運用が確保されるものと考えております。以上です。丸山君。その時に30年で延長される時の基準というのは現時点でどのようにお考えなんでしょうか、副大臣。岡田副大臣。お答えいたします。これは特定秘密の保護に関する法律案の第4条、行政機関の長は指定をするときは当該指定の日から起算して5年を超えない範囲で、その有効期間を定めるものとするということで、5年を政令で定めるところによって5年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものということであります。丸山君。いや、今お伺いしたのは基準の現時点でどのような基準でそれをということなんです。つまり先ほどの話もありましたけど、結局政府が恣意的に閉じてしまえば中身が全くわからない、ずっとオープンにならない状態になってしまうと思うんですけど、そのあたりについてもう一度ご回答ください。岡田副大臣。はい、お答えしております。行政機関の長はこの指定の有効期間を延長する場合において当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責任を全うする観点に立ってもなお当該指定に関わる情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して内閣の承認を得なければならない。この場合において当該行政機関の長は当該指定に関わる特定秘密の保護に関しを必要なものとして政令で定める措置を講じた上で内閣に当該特定秘密を提供するものことができるとしております。丸山君。ですね、つまりそれを判断するのも、政府であって、そしてそれをその秘密にするかどうかを提案するのも政府であって、そして承認するのも結局内閣、政府と一体でございますんでですね、政府だという形にどうしてもなってしまうと。で、先ほど少しお話が他の委員の話でもあったんですけど、すべて秘密にしてしまえば、秘密は存在しないというような形になりかねないというのがとても懸念がありましてですね、その結局行政府の方でですね、各省庁が都合よく秘密にしてしまえば公開されないと。民主党さんが先ほどお話しあったように情報公開法の関連でもお話しされてました。そして外交の例を見てみればですね、海外では例えば英国などは立法府の方で、我々立法府の方でですね、きちんとチェックをする仕組みを作っている国もございます。やはり、もちろん非公開でのチェックになるんでしょうけどもですね、それをオープンにすべきかすべきじゃないかというところを第三者的な立法府や司法府などの調査によってしっかりとチェックするような仕組みが必須だと考えるんですけど、それは NSC の中身の情報の管理に関しましてもですね、そのあたりに関しましてどのようにお考えかお答えいただければと思います。岡田副大臣。お答えいたします。特定秘密は法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って大臣等の行政機関の長が指定するものであり、その規定は指定は外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行われることになり、その後は政府の責任において判断をするということであります。
丸山君。外部の有識者というのは便利な言葉だと私は思ってましてですね、つまりそれを選ぶのが政府側であればですね、そのふうに思うような意見を言ってくださるような有識者を選ぶことができるという状況でございます。やっぱりきちんとチェックするのがなければ行政府の暴走というのはですね、防げないというのが多くの方が懸念しているところだと思います。いろいろ先ほどお話しさせていただいたようにですね、官房長官、大臣、皆さん、やはりなかなか思い通りに動いてもらえないとかですね、情報が上がってこないというご苦労を普段されているとは思うんですけども、そのあたりの関係も踏まえまして、この特定秘密に関するオープンにする30年というところに関しましてですね、どういうふうに今後やっていくかという議論が今後進んでいくとは思いますけども、官房長官としてこの辺議論進めていただくおつもりがあるのかどうか、今のお話を聞いてどう思われたかどうか、官房長官お答えいただければと思います。菅官房長官。副大臣の答えた通りだというふうに思います。村山君。非常に官僚答弁というかですね、セットもしてませんが、非常にそのまま後ろのですね、おっしゃったのを話をされるというのは、非常に国民の皆さんも聞いていて不誠実に感じるんじゃないかと思います。やはり今与党さん大きな議席を占められてですね、やろうと思えば何だって通せてしまう状況にある中 です。きちんと一番懸念されていることに関しては、 NSC にしても特定秘密保護法案にしてもきちんと議論していただけるような姿勢がなければですね、やはりそこは不誠実に移るんじゃないかと思いますので、きちんとそこはお願い申し上げます。と多くの方もおっしゃってますんでですね、しっかりよろしくお願いします。そういった意味でですね、かなり懸念がある点でございます。また今後特定秘密保護法案に関しては法案上がってきたときにきっちりとですね、委員の先生方、そして私も含めて審議させていただきますので、そこはきちんとお答えいただきますようお願い申し上げます。我が党でも特定秘密に関しましてはですね、もっと傍聴の観点からスパイ防止 に絞るべきじゃないかと。で、今回出されたその指定の範囲もですね、少し広すぎるんじゃないかという懸念の声が上がってますんで、細かい点今後詰められることになると思いますんで、ただ時間もありますんで、次以降の審議に回したいと思います。で、NSC に少し話がずれてしまったので戻しますけども、NSC の方でですね、その会議に上がってくる情報というのは非常に先ほど来申し上げているように重要な情報でございます。ただ、その中で今日本はですね、いつも言われていることがインテリジェンス機能、その情報を集めてくる機能が非常に他の国に比べて不足しているんじゃないか、弱いんじゃないかというお話が多々出てきております。このインテリジェンス機能に関しましてですね、やはり NSC で議論する上で国としての大きな大きな方針を決めていく前に情報をきちんと集めてくるかどうかというのが極めて大きな問題で、いわば車で言えばですね、片方の車だけ回してても NSC だけ回してもですね、結局情報収集がなければ前には進まないと、結局変な方向に回ってしまったりですね、逆に言えば片方だけなければそもそも動かないということになりかねないと思うんですが、このようなその海外でも CIA のようなですね、イギリスでも SIS ですね、のようなありますけどもですね、今後のそのインテリジェンス機能の必要性、現状を見てみればですね、もちろんないとは言わないんですけどもですね、内調さんや警察さん、公安さん、また外務省さんのようなですね、バラバラな各機関でやっていると。で、先ほど来私が散々懸念申し上げているような省庁の縦割りにつながりかねない状況になっている中で、そうした車の両輪のもう一つの方であるインテリジェンス機能に関しまして、今後どのように、お考え、今はどういうふうにお考えで、今後どのようにされようとしているのか、政府の方針についてお伺いしたいと思います。菅官房長官。農家、内閣審議官。お答えいたします。情報体制ということでございますが、まず内閣におきまして内閣官房に内閣の重要政策についての情報の収集集約分析を行う内閣情報調査室が設置されております。また情報コミュニティの各省庁が内閣のもとに相互に緊密な連絡を保ちつつ連携を保ちつつですね、情報収集分析活動に当たっておりまして、内閣情報会議や合同情報会議を通じるなどして情報コミュニティ各省庁が収集分析した情報について内閣の下でですね、これを集約して総合的な評価分析を行うなど官邸に報告する体制が整備されております。
ご指摘のようなですね、インテリジェンス機関をさらにこう統合していくというようなことにつきましては、またさまざまなご議論もあるものと認識しておりますけれども、引き続き政府全体の情報収集分析能力の向上を図ってまいりたいと考えております。丸山君。官房長官、普段ですね、さまざまなインテリジェンス情報にが官房長官に集まってくることだと思います。で、個別の内容についてお伺いしたいわけではなくてですね、むしろ官房長官今現職であられて、それが十分とお考えかどうか、率直に政治家として官房長官が今お話ししたインテリジェンス機能に関してお答えをいただければと思うんですけど。菅官房長官。現実問題として私のところに、内閣情報調査室、そこから情報は定期的に来ています。ただアルジェリア問題等ですね、責任を持って対処したときにやはり他の省庁の情報が来ていないということも事実でありました。そうした経験を踏まえて、今度のこの NC の中でさ、この国家安全保障局長ですか、そこにそうした情報が集約ができると、そういう意味でそうした組織を今回作りたいということであります。委員長。丸山君。少し通告の順番が変わるんですが、今のお答えを受けてお伺いしたいのが、その国家安全保障局内の構成定員のお話をさせてお聞きしたいと思います。一部報道で、局長の下に局次長を2人置いて、その下に審議官を3人置かれると、そして各班ごとに総括調整をされるところと、戦略の立案をするところと、そして今お話している情報分析をされるところ、そしてさらに各地域ごとに班を設けるということなんですが、それはそれぞれ重なっているものなのか、それとも個別で例えば米国の情報分析、戦略立案みたいなものがあるのか、そういったちょっと細かい部分のですね、組織の構成人配置、言える部分言えない部分あるとは思いますけれども、言える範囲でお答えいただければと思います。菅官房長官。局の体制についてはですね、総括調整に従事する班、インテリジェンスコミュニティとの連絡調整等に従事する班、あるいは地域や各種の安全保障政策をテーマに応じて企画立案総合調整する班を複数ことになっております。で、そういう中でですね、地域や各種の安全保障政策テーマに応じて企画立案総合調整する班については、それぞれの時の情報によって、柔軟に変えていきたいというふうに思ってますけれども、ただ基本的には、例えば日米関係、アジア太平洋地域、中東アフリカ地域、こういう地域割やですね、国家安全政策の戦略の企画などの個別課題に担当する班というものを考えていきたいと思っています。丸山君。その中で、60人ぐらいでまずは当初配置だということなんですけれども、どこに従事するかというのは、もちろんそれ自体がインテリジェンス情報だと思いますので、ですね、そこまで野暮なことは伺いませんけれども、その中 その情報分析 の担当の部分があるということなのでお伺いしたいんですけれども、そこは内調さんとかなり重なるところがあるんじゃないかと思うんですが、その辺のデマケーションに関してはどのように整理すればよろしいんでしょうか。菅官房長官。それぞれの省庁に、情報の調整官というのも今回作りますので、そうした中で、内調からのそうした情報についてですね、集約をすることができるようになると思います。丸山君。つまり各省庁に情報の調整官がいらっしゃって、なおかつその NSC、安全保障局の方にですね、情報分析の班があって、そこを綿密に連絡を取るということですね。ただ今の話だと逆に言えば内調さんにも いるということでいいんですか。その内閣情報調査室は官房長内閣官房の中で、一緒だと思うんですが、それは別ということでいいんですかね。その辺もう一回すいません。菅官房長官。そこは当然内調は内調で中心にそうした情報が入りますし、また外交の情報はまた外交の情報としてですね、そういうものが集約されるような仕組みにしたいということです。丸山君。
他の国のそうした機関を見るとかなり多くの人数を割り当てているというのが現状で、やはり一番肝になるのが孫子の兵法じゃないですけども、敵を知り己を知れば百戦危うからずということだと思いますので、その知るという情報を集めるところが一番肝だと思うんですが、人員の割り当ては当然そこに多くを割かれるという認識でよろしいんでしょうか。その割り当てに関しましてご答弁いただければ。菅官房長官。どういう形に人数割りするということは今検討をしている最中であります。いずれにしろこの国家安全保障局というのは自らがインテリジェンスの情報を、集約するその局ではないということであります。そこで他の内閣情報局あるいはその例えば外交的な問題、そういう情報をですね、そこで集約をするんですかね。自らが収集をする局じゃなくて、そこをそれぞれのところで集めたものを集約をして、分析をすると、そういうところになると思います。丸山君。NSC の中のさらにその事務局である国家安全保障局の情報分析担当班は情報を集めるのではなくて、そこは集まってきた各省の担当官から集まってきた情報をそこでチェックしたり分析したりするということなんですけども、つまりやはり現状からその情報収集に関しては強化されるというよりは、収集に関しては強化されるけれども、情報を集めるという部分に関してはなかなかそこは強化までは今回の法案ではいかないという理解だと思うんですけれども、そういった意味でですね、ずっと言われているようにやはり情報を集める方もですね、力を入れていただく必要があると思います。もちろんいろんな情報の集め方がございます。他国のようにどんどん外に出ていってですね、情報活動みたいなところをやるというのももちろんあるんでしょうけども、一つは私ずっと考えていることが思っていることがございまして、その非公開情報を例えばスパイを派遣して、人的情報という形で非民党という形で集めたりですね、テクニカルに昨日か報道ありました、アメリカがそのちょうど通信網をですね、大きな通信網を持ってますんで、そこにアクセスすることでかなりのデータ量を傍受できるんじゃないかという報道があったりで、そういった意味の技術的な情報の取り方のテキントだったりですね、資金とだったりですね、また衛星を日本もいくつか持ってますんでですね、そういった意味の画像情報もちろんやられてると思うんですけど、もう一つはですね、非常にその公開情報と言われる非公開になってない、非公開じゃなくて常に出ている情報を分析、収集分析することでかなり の実は秘密だと言われているものが集めることでオープンになるんじゃないかという、戦略、情報上はオシントと呼ばれる方法がありますけれども、そうした公開情報の収集分析に関してはですね、なかなか日本においてもですね、専門的に行う部署が、今のところないというふうに聞いて、できていないと聞いているんですが、まずそれができているのかどうか、おそらく CIA を設置するとかですね、そういった形になると特別法が別にいるとは思うんですけども、現行法でも公開情報をですね、チェックしていって、それをその収集分析することで国益につなげていくというのは非常にできる、立法しなくてもできる分野だと思うんですけども、まずそれができているのかどうか、それは立法の必要がないという認識でいいのかという点を一つお伺いしたいんですけども。道啓、審議官。はい、お答えいたします。公開情報、いわゆるオシントということのご質問だったと思いますけれども、公開情報の収集分析につきましては、情報関係の各機関、内閣情報調査室をはじめですね、関係省庁の方においてですね、すでに実施しておりまして、そのための立法は特に必要ないと認識しております。丸山君。やはり日本版 CIA を設置するとなると、この法案以上に多くのお声が出てくるものだと思いますけどもですね、公開情報に関して収集して分析することでかなり成果を上げている国もかなりあると聞いてますんでですね、そういった意味で現行もっとうまいことを日本もですね、できれば予算もかかりませんし、もっといけばかなりその大学での研究とかでのアカデミアの方々、研究者の方々も近い分野でございますんで、外から人材も一から養成、スパイを養成するとかいうよりはですね、比較的
的容易に情報分析の方々をですね、育成をしやすいと思います。また集めやすいと思いますのでですね、まあ、NSC において、今回の情報分析の部署はですね、独自に集めることはしないということでございますけどもですね、やはりそんな情報を集めるという意味で予算をがない中でお金もかけずですね、ただしっかり集めていく方法をまずは模索していただいてですね、なおかつ長期的に見たときにはですね、より人員予算を増強していく、日本の場合は戦わずして勝つのがやはり基本の戦略だと思いますんでですね、情報が命でございますんで、しっかりと情報を集めるような強化を今回はないということでございますけども、今後進めていただけますようお願い申し上げます。一言だけ官房長官、お答えいただければ。菅官房長官。まあ、いずれにしろ今回法案をですね、成立をさせていただいて、スタートさせていただき、そのいざ実行に移す段階の中でですね、今委員からご指摘をいただきましたこと、そうしたものもこれから考えていきたいというふうに思います。以上。丸山君。ありがとうございます。しっかりよろしくお願い申し上げます。少し細かい部分にお話を最後移りたいと思うんですが、今回その国家安全保障会議に、まあ、事務局の機能をつけるわけではなくて、先ほど来少しお話になった内閣官房の安全保障局の方に事務局を設けるということになっているということでございます。で、例えばモデルとなる米国の例を調べてます、見るとですね、この安全保障会議に直接事務局がついているとか、まあ、他の国も見てもそういうところもありますし、また平成19年だと思うんですが、以前提出されて、その安全保障会議の方に現行の安全保障会議に事務局を設けるという法案を出されたこともあると思うんですけども、今回その内閣官房の方に新局を作って、逆にその安全保障会議の方に事務局機能を設けなかった、このあたりの事務局機能についての理由に関しまして、お伺いできればと思います。菅官房長官。平成19年法案の事務局は国家安全保障会議のもとに置かれ、会議の事務のみをですね、行うことを、まあ、予定をしておりました。現在ご指摘いただいた米国においてはですね、その事務局は安全保障会議の中にあると、それが承知をいたしております。今回この設置される、まあ、事務局はですね、総合調整権限を有する、この内閣官房長官のもとにおいてですね、役所の縦割り国家安全保障に関する外交防衛政策の基本方針の企画立案総合調整を行う、そういう意味で、内閣官房の中に今下に置いたということであります。丸山君。つまり以前の段階ではここまでの機能をつけるわけじゃなくて、完全にまあ会議の運営そのものを、本当に簡単なロジスティックの部分だけを担わせるつもりだったと。しかし今回の NSC 法案ではもっとしっかりとですね、まあ情報分析も戦略立案もさせたいので大きめにしたいと。だからまあ内閣官房の方でということなんですけども、そこに関しましてはその安全保障会議に直接つけるのと、逆に今内閣官房の方に、新しく作るという意味で、法制度上今の仕組み上ですね、どのような違いが生じるのか、少し事務方に意図も含めてもう一回詳しいことを伺いたいんですけど。北崎新官。お願いいたします。先ほど菅官房長官がご答弁なさった通りなんでございますけれど、19年以前出させていただきました、事務局につきましては、まさに委員おっしゃいますように会議にぶら下がる事務局でございまして、それは会議のロジスティックスなものなどを統括する、いわゆる会議の事務をするセクションでございました。今回、官房長官答弁なさいましたように、官房長官の元に直接置かせていただいて、そしてその指揮監督を受けるということで、官房長官がお持ちというか内閣官房が持っております、企画立案総合調整の機能をまさに発揮をさせていただきたいと思っておりまして、今回のような形をご提案させていただいております。丸山君。すいません、お話の仕方が私が悪かったかもしれませんけども、他国の例で見たら直接ぶら下がってる国もあるわけで、ただ日本の場合にはその理由として、まあ、強化したいから内閣官房の方に
つけるということなんですけども、それは逆に言えば安全保障会議の方に直接つけたらば、つけた場合にはそれは強化されないのかどうかという点で聞いた方が分かりやすいのかもしれません。そのあたりに関しましてはどのようにお答えになりますか。菅官房長官。内閣官房長官のもとにおいた方が総合調整がこれはできるという形で、より以上の効果を期待をすることができると思います。丸山君。つまり首相直属というよりは内閣官房長官のが新調指揮を、取った方がより実務的に動きが機動的になるという理解でよろしいんですね。菅官房長官。内閣官房長官は総合調整することもできますから、そういう意味において、今回のこの設計はそういう形にさせていただいたということです。丸山君。ありがとうございます。首相の権限を集中する上で、首相に直属にした方が良いのか、それとも内閣官房長官の下に内閣官房につけるのかというのを少しお伺いしたくてですね、ただ官房長官は本当にその首相と一心同体でございますし、そういった意味ではですね、より実務上ですね、各省庁に対して総合調整ができる官房長官の元に置いていただいた方がきちんと回るということは今のお話で理解できました。ありがとうございます。そういった意味でですね、かなり安全保障会議にしてもですね、国家安全保障局にしてもですね、スタートした時からその各省庁に対してどういうふうに言っていくのか、指揮できるのか、もっといけば他の国との対応としてですね、どこがどのカウンターパートなのかというのはですね、まだ新しくできる局なんでですね、イメージが湧かない部分がございます。で、先ほどのお話で各省庁に、情報分析に関しては情報分析官を置いてですね、それが集約してきてというのはイメージがついたんですけども、また後で、すみません失礼しました。以前からの質疑ではですね、各省庁からの出向者の方も、そこに入ってくると。で、自衛官 OB の方も、そこに入ってきて、そこで、その場でやるというのが今回の質疑でイメージできたんですが、最後一つ気になるのが、他の国とのですね、やり取りのすることも多々出てくると思います。その場合のカウンターパートについて少しお伺いしたいんですけども、特におそらくその、事務方はもちろん事務方でやると思うんですけども、大きな最後のですね、部分での、決断や、議論のお話の時に、局長や、今回新しく新設される安全保障の補佐官ですね、に関してのデマケーション人事なんですけども、まず一つ人事につきましてお伺いしたくて、一つそれは民間の方の登用や、お詳しい方をということで、この間からの審議でありますけども、これは政治家の登用というのはあり得るんでしょうか。菅官房長官。局長に政治家の登用はありません。国会法39条、内閣総理その他の国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、内閣総理大臣補佐官を除き、国会議員が他の公務員の職を兼ねることを禁止しており、これによりまして国家安全保障局長に国会議員がつくことはないということであります。委員長。はい、丸山君。まさしく特別公務員ということでですね、そういう理解だと思うんですけども、その意味で、補佐官は前回の審議ではアドバイザーだという形で、理解しているんですけども、で実際の実質の事務方の指揮は局長というご答弁だったと思うんですけどですね、そうした中で例えば米国 その大統領補佐官や、その補佐官の下にもろもろの担当のカウンターパートの方がいると思います。例えばその大統領補佐官に関して直接カウンターパートとして、やり取りするのは補佐官なのかそれとも局長なのか、そのあたりに関しましてはいかがお考えでしょうか。菅官房長官。それは国家安全保障局長になります。丸山君。つまりそういった意味では局長、国家安全保障局長と、向こうの米国のですね、補佐官のやり取りということであれば、かなりこちらの日本の補佐官の方はですね、まずこれまでの審議でありましたように、部下も少ないと、そしてなおかつアドバイザーに過ぎないということで、名前でその補佐官という形をつくとアメリカのイメージがどうしてもあってですね、かなり強力な権限があるというイメージがあるんですけども、むしろ本当にアドバイザーのような立場で実質的には局長に権限が集中していくと、ただそれはつまり最終判断は官房長官であり首相であるけども、アドバイザーはかなり、どちらかというと本当の、すみません、補佐官は完全にアドバイザーだというデマケーションの理解でよろしいんでしょうか。補佐官が誰か向こうの米国だのカウンターパートとやり取りするということは想定されているんですか。菅官房長官。
補佐官は総理大臣補佐官の中からこの国家安全保障会議担当になるわけであります。ですから総理の命を受けた場合はですね、国家安全保障担当総理大臣補佐官がですね、各国の NC の責任者と意思疎通を図ることも、これは当然できることになると思います。丸山君、ありがとうございます。常時は基本的には局長がトップ同士ではもちろん事務方はやると。でなおかつ何か緊急時だとか総理の命がある場合には補佐官が任命を受けてやり取りする場合はありえるけども、基本的には常時は局長だという理解でよろしいということですね。わかりました。ありがとうございます。1時間15分というかなり長期にわたってです、長時間にわたってですね、お話しいただきましてありがとうございました。まだまだ特に情報の取り扱いに関しましては腹に落ちてない部分がございますんで、この後の質疑ありますんで引き続き審議いただきまして、ぜひこの国がですね、最初申し上げましたようにしっかりと国益を追求していける、しっかりとですね、世界の中での役割を果たしていける国にしていただけますよう、私からもお願い申し上げまして、私丸山穂高の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。